やっちゃうよ、ライクジョンでーす。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、なんだろう。まあ、今、軽く、自分がなんかね、ちょっと適当に思ってることとか、まあまあまあ、あと、クラロワリーグをね、今日、ウィーク7、デイ1かな、多分、確か。を見ての、まあ、感想とかね、いろいろそれを見て、ちょっと思ったこととか、言っていこうかなと思います。ということで、まあね、とりあえず、何ですかね。まあ、これをやりながらやるか。6勝2敗のグラチャレを。まあ、このデッキは、今日、剣爪が、確かここゴーストかな。俺、ランバー好きなんで、ランバー入れちゃうんですけど、キングゾーンドラゴン X のビッグダディ選手にね、勝っていたデッキですね。はい。とりあえず、ということで、なんかね、強かったんで、使いたいなと思います。ということで、まあね、実は、最近、めっちゃね、YouTube の、多分、おーよよよよよ。多分ね、めっちゃいろんな人が、始めたってこともあるんですけど、普通に、なんだろう。最初、一番最初にね、この実写をやった時に、めちゃくちゃ、結構、伸びたんですよ。うん。ほんで、まあ、伸びてたんで、普通に、おー、いい感じやん、みたいな。このまま実写で結構いい感じに飛ばしていけそうと思ったんですけれども、ええー、ね。まあ、ちょっと、今、正直な話ですよ。正直な話。めっちゃ伸び悩んでて、本当にね。なんか俺の再生数とか多分見てもらえればわかるんですけど、めっちゃあれなんですよ。実写始めた当初とか、始める前に比べて、今の再生数めっちゃガタ落ちしてて、まあね、すごいなんか、なんだろう、どうしたらいいんかなみたいな時期に入っている。よいしょ。1体竹取ってから、ナンバーを追加 C の、よいしょ。まあそうですね。で、本当に、なんだろう、伸びてる時ってめちゃくちゃ物事を続けやすいんですよ、本当に。だけど、正直ね、もうちょっときっついなみたいな。なんか続けんの、日本投稿とかもね、結構別に、なんかそんな動画撮るのとかも俺はそんな苦じゃないんで、苦の人はそんないないと思うんですけど、なんか、まあ今ちょっと忙しいですけど、別に家帰ってから普通に動画撮れる時間はあるんで、そんな苦じゃないんですよね。そうそうそう。オッケーオッケー。あっち捨てようかな。苦じゃないんで、なんですけど、なんかね、本当になんだろう。なんか伸びないときってマジで続けるのが難しくて、本当に。よいしょ。そうなんですよね。なんで、なんだろうな、本当に。でも、しかも理由がわかんないんですよ、結構。うん。その、いろんな YouTube の人とかにも聞いて、なんかね、どうしたらいいと思いますかみたいな感じで。でもやっぱ、誰でも伸び悩むときはあるから、その、なんだろう。まあ、耐える、みたいな感じ。だと思うんですよね。やっぱ最初が結構調子良かっただけあって、今めっちゃその伸び悩んでて、なんかね、本当にどうしようかなみたいな。メンヘラになりそう、本当に。なんですけど、よいしょ、後からランバー足していこう。これどうせハンターとか来るんで、もう足すだけですね。出すだけタイム入ってるんで、よいしょ、よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。これ1ダメージも入れないですね。そう、伸び悩んでて、すごいね、なんか本当に、なんだろう、日本投稿始めた点の時とかは、今まで通り、すごい維持してる感じだったんですけど、そのね、なんだろう、やっぱ、すごいね、減ってるってか、まあ、最初が本当に良かったんで、はい、じじ。なんですけどね、ちょっと、本当になんだろう。まあ、いろんな人が始めたっていうのもあって、あとね、まあそうだな、そう、それで多くて、んだからね、なんか続けるのがね、初めてですよ、本当に。YouTube、きちーって今、きちーって思ってるですね、本当にやるのが。なんですけど、やっぱね、でも、キヨキヨさん家行って、そのなんか、ちょっとね、キヨキヨさん
ちょっと恥ずかしい、キヨキヨさんが恥ずかしいかもしれないですけど、なんかね、張り紙、家に張り紙みたいなのあって、そのなんか、その辛いと思った時、なんか、そのまま終わっていいのかみたいな、お前の人生そんなもんでいいのかみたいな張り紙が書いてあって、おこいつやべえなと思って、もう仕上がってましたね、やっぱり、キヨキヨさんは。多分、そんな、最初、そういう時期もあったって言ってたんで、多分ね、でも本当は最初恵まれててね、環境が、近くに、まず登録者多い人が、まあ、ドズさん、キヨキヨさんとか、まあ、みかんさん、ケンツとか、と、仲良くしてもらってて、やっぱね、それで、最初が伸びよかった時に、今、めっちゃ沈んでて、沈んでるわけ、減ってるわけじゃないんですけど、まあ、再生数がめっちゃ減ってて、登録者もそんな伸びないと。で、結構、やっぱ、なんだろう、キヨキヨさんと撮った動画の0100とかね、テンション0から100に上げるみたいな。結構、自分的にも、いや、これめっちゃ行くんじゃないのみたいな思ったんですけど、やっぱ、そんなんだろう、普通ぐらいっていうか、でも見てくれる、毎回多分見てくれる人もいて、毎回コメントくれる人もいるんですけど、なんだろうな、本当にいつも見てくれてる人だけが見てくれるみたいな、そんな感じになってて、でどうやったらね、他の人に見てもらえるのかなみたいな、そういうことも考えつつ、若干のメンヘラになってますね。なんですけど、02期も、本当に、なんだろう、ゲームイズで一番年上じゃないですか。で、みんなをまとめながらも、ゲームイズの中で一番結果が出ないっていうね、感じで、多分本人もあれだったんですよ。で、0人機普通にマルチとかグラチャでめっちゃぶん回してて、めっちゃ普通にやってる人なんですよね。で、前回も確かトロ6700かな。前期も6700ぐらい行ってて、すげーと思ってて、なんでね、6700ってそうそういけるもんじゃないですよ、本当に。もう仕上がってないといけないんで、ここまでつけちゃおう。よいしょ。なんでね、よういけるなーって、本当にすげえなーと思ってたんですけど、やっぱね、なんか、結果がでも、言ったら、あれじゃないですか、クラロワリーグではそんなっていうか、一回も勝ってなかったんで、やっぱ結果って出てなかったのに、なんかずっと続けて、今日初めて勝ったんですよ。しかも、ジン TV っていうめちゃくちゃ強い選手を、ボコボコにして勝ったんですよね。なんで、なんだろう、ゼロ日も絶対なんかあれなんですよ。あの人マジでめっちゃいい人で、なんかね、なんだろう、面白いし、めっちゃいい人なんですよね、本当に。なんで、なんかね、ゼロ日見て、あー、ちょっと、あれだなーって頑張ろうと思ったんですけど、普通にやっぱ、で、こうやって見るとね、なんかキヨキヨさんとかすげえなってなるんですけど、すごい、なんか、よく続けられんな、みたいな。あの人だって、5年ぐらい前からやってるじゃないですか。俺、なんか、クラクラの実況してた時からめっちゃ見てたんですけど、言うてなんか、本当なんか、しかも、いつも投稿してるし、よくあんな、なんか、ドズさんも1日、なんか、めっちゃ出してるじゃないですか、動画も。なんか、あれだなって。なんか、悟り開いてきましたね、だんだん俺も。悟りを開く動画になった。これ穴掘り飛ばされるんで、あらかじめスパーキー出しといて、穴掘り飛ばせない状態を作ります。そうなんですよ。そんな感じ。今、抱えてる、なんだろう。そうっすね。やべ、全然。あー、ザッパ外した。ファイボムザッパも外した。あはっ！ちょっと待って。いやー、そんなんばいっすね。とりあえずこれ相手やることないんで。多分スパーキーにポイズン2ぐらいしかできないんで。スパーキー出していこう。あ、これ美味しい。マジで美味しい。無視っすね。これ次にミニペ。オッケーオッケー。
まあまあまあ、こんな感じですね。ってことでね、そう、今一番きつい時期なんですけど、本当にね、きついっすね、正直。なんで、まあね、でも、てんちゃんとかも、俺やっぱみたいな、てんちゃんのそのチャンネルとか見てて、なんかめっちゃ最初の動画とか超伸びてんすよ。なんか2万5千ぐらいかな、確かさ、なんか再生数とか言ってて、すげえな、最近始めたばっかなのにって思ってたんですけど、でもなんかてんちゃんもね、今日出した動画全然伸びねえとか言ってめっちゃ悩んでましたね。最近なんか俺も伸びなくて、どうしたら、もうなんかどうしたらいいんだろうとか言って、もう2人揃って毎回会社行って、なんか自分の YouTube どんくらい伸びてるかなみたいな見て、どうしたらいいんだろうみたいな。本当に最近低迷期ですね、マジで。どうしたらいいのかなってね、本当に。でもいろんな人からアドバイスをもらってはいるんですけど、やっぱりそのなんだろう、難しいですね、本当に。って感じですね、今日の動画は。ちょっと、メンヘラ入りながらも、本当。まあ、そうですね。あとね、そう、今日、何日だっけ ?10 月5日ぐらいか。10月5日だな。で、10月8日に、僕、あれなんですよ。新居に引っ越すんで、普通に新しい家で一人暮らしするんですけど、まあ、料理もできないですけどね。まあ、佐藤のご飯でなんとかなるかなって感じで、佐藤のご飯にふりかけかけときゃいいかな、みたいな感じっすね。とりあえず。って感じで、まあね、後ろの背景とかも、あと3日しか見れないですね。この背景の動画も。なんで、まあね、そこら辺も、新居に移ったら、もうちょっとね、騒げるとも思うんで、まあ、いろんな企画を取りつつって感じですね。サブアカのとかも、なんか作り方とか、周りの人に聞いてやっていこうかなと思います。ということで、今日はこんな感じの動画ですけど、まあね、ぜひ、いつも登録してるんで、こんなメンヘラの動画を見てくれれば嬉しいですって感じですね。まあ、でも、きつくても続けていこうかなって感じなんで、ほんとね、なんか、もうその、僕は、ゼロ日記もね、言うてっすよ。めっちゃ、なんだろう。めっちゃ前から、動画じゃない、クララリーグでして、いや、うまいんですけどね、ほんとに。今日のとか見ててめっちゃうまかったんですけど、でもなんか勝てないみたいな。剣詰め戦とかも、ほんとはゼロ日記の勝ち試合だったのに、なんかゼロ日記がね、なんか最後、わけわかんない行動して、勝ち星を落としたりとかしてて、なんかそういうね、感じで、でも絶対きつかったけど、練習もしなきゃ試合にも出れないんで、練習して、みたいな感じで今日ね、めちゃくちゃ強い選手をボコボコにして、もうね、なんか、結局そのクララリーグって、自分たちが勝ち進んでも、そうなんですよ、やっぱ直接対決、で、勝つか、自分より上のチームが負けるかしないと、なんだろうな、結局は自分たちが上に上がれないっていうか、今、ポノスは、現状1位なんで、その自分たちだけが勝ち進めば、もう絶対に世界大会に出れるっていう状態なんですよね。そうそうそう。なんで、まあ今、その、クララリーグ自体のモチベはみんなもう本当爆発してるんですけど、中でもね、やっぱり、その、他のチーム自体を、応援することはやっぱ、その、なんだろうな、まあ他のね、まあ俺のっすよ、俺の考えは、他のチーム自体を応援することはできないっすね、やっぱり。なんですけど、やっぱ個人というか、まあ剣爪とかが仲いいから、勝ったら、あいつやるなみたいな、このゴブジャイのね、スパーキーとかも。いや、本当に見ててやるなっつって、LINE でこうやってね、おいしいとか言ってやってて、そうそうそう、よし、これで解説動画出して、俺は爆発するぜ、みたいなこと、ケンツメが言ってて、おやるやん、やるやん、みたいな感じだし、ゼロ日記とか、今日勝って、マジで、ってなって、マジでめっちゃいい人だから、ほんとね、超速攻でリップ送ったし、なんかね、なんだろう、個人をね、そのなんかみんなで、よし、ちょ、メンヘラになるから終わろう、この辺で。ってことで、お疲れ様でした。